近づけさせない。ドローヌ、作戦地点に到着。ボイド、エクスプロージョン。よーし、新しいバルキリーちゃんも忘れずに連れて行ってね。ドローニャの意識は肉体と。タイプはキャラと敵にはそれ機械が戦、今いる敵は機械タイプだから異能タイプのバルキリー戦車がおすすめだよ。ドローネ、作戦地点に到着。射撃開始。ファイヤー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 。えぇい、よーし、セッヘッセッセッセイセッヘッセッセッセイセッヘッセッヘッハッセッヘッ。了解です、艦長。ブローニャ、作戦地点に突破。よし、照準装置初期化完了。ファイヤー、射撃開始。ファイヤー、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 ファイヤー。ふっはっ、はっ、ふっ、ふっはっ。よーし、セッ、セッ。まったくもう、ご飯、セッ、ふっ。ブローニャ、作戦地点に到着。ブローニャ、了解しました。無条件射殺許可確認。ボイド、エクスプロージョン。艦長、
バルキリー敵に大量の弾だから、必殺技を発動したらキャラアイコンをタップして他のキャラを出場させて、キャラを切り替えてもバルキリー戦車は必殺技が終了するまでフィールド上にいるよ。して損しちゃった。危機に対応するため、聖魂の力が解放されたよ。ここでバルキリーちゃんが装備している聖魂を確認できる。聖魂を装備することで HP や攻撃、それと聖魂をセットで装備すること、初めてだからアイちゃんが教えてあげたよ。そうそう、これだよ。
本気で私に勝てると思ってるの？
長、次の目標は何ですか？ブローニャ、作戦地点に到着。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。待機モードに移行。頑張った艦長のためにアイちゃんがレアアイテムを入手したよ。そろそろバルキリーちゃんの装備を変えてあげよう。